家でリアタイをできる環境にいるんですか、皆さん。大丈夫ですか。最終回のために子供の寝かせつけ、ありがとうございます。素晴らしいっす。これ今インスタライブやるために来たけど、ちょっと今部屋暑いな、なんかやったりしますか。最初はもう間もなくだね。あと15分で始まりますよ。今ラジエーションハウス見ながら待機してる。そうだよね、ラジエーションハウスも最終回なのかな。そうだ、久保田くんとバスターとアレシちゃんとかエンケンさんとかね、そっちもなかなか魅力的なキャラクターの方々がいますよね。で、間もなくあばら早く風呂上がんなきゃって風呂入ってんだ今。アラジア特別編なんだ。 Hello from Philippines。 Philippine。 Hello Philippine。 山田裕貴くんインスタライブ、インライブ見てる？裕貴コメントしてみて。でも10分しか、あともう15、4分で始まっちゃうから、あの、ゆうきと一緒に、もうあんまり長くできない。プルルー。せーなって呼んでくれるまで寝ませんって。寝ちゃダメだから呼ばんよ。あ、ゆうき見てるって。ゆうきなんで見てんの？何してんの？今。の ゆうきくん、何してんの？ゆうきくん、何してんですか？見てるの？ゆうきくん。ゆうきにもね、最近全然会ってないからね。会いたいね。アバランチなんか話してるか。じゃあ、アバランチの、まあ、本日最終回なんですけど、まあ、全10話、で、まあ、エピソード1、2、3、4で、エピソード0があって、1、2、3、4、0、5、6、7、8、9だったのか。そうですね。で、まあ、本日最終回ということなんで、もうアバランチは見納めかと思うんですけど、最終回タイミングで割り込むのやめとこうって今コメントしようとしたのよ。いや、確かに。タイミングは、俺何も関われてないし、まあ、藤井さんはね、お世話になったんだけど、藤井監督はね。そうですね、余命10年で、はい、お世話になったね。アバランチに関われてないから、うん、最終話だし、今日はやめとこうって思ったの。そうだよね。今日はやめとくねってコメントしようとしたら来たのよ。いや、確かに。でも俺もそこは見れずに、招待を送ったようだけ見ちゃったもんで。ゆうき来てくれた、やったじゃん。みんなアバランチ見てね。みんなアバランチを見るんだよ。全然関係ない人。いや、もう始まんねん、最終回が。ごめん、ほんとだからごめん。ちゃんとその見どころとかを話して俺それ聞いとくから、俺今。オッケー、ありがとうね。ちょ、またやろう。じゃあ、うん、え、今このままいい、やっちゃって。いや、もうお邪魔しました、するわ、ちょっと。オッケー。みんなアバランチ見てね。お願いします。ゆうきもありがとう。お願いします。ごめんね。ちょっとまた。全然です。それ、俺なんかやる？これ。
抜けるってやつ。俺が出るのかこれ。あ、ごめんごめんごめん。出ますね。ごめんなさい。アバランチ見てね。見てね。ゆうきはなんか、ありがとう。ゆうき最近何やってんの？なんか。あの、ね、舞台やってる。あの、それは大丈夫です。アバランチ見てくれてた。すいません、本当にすいません。もうあと何分後かですね。もう時間が押してる。10分後。はい。ちょっと、お邪魔しました。みんなアバランチ見てね。はい。ありがとうございます。またね。またぜひやりましょう。時間をちゃんと作って。うん、はいはい。はいはい。やべえ。ああ、皆さん、ちょっと、ゆうきいっちゃった。ゆうきとの会話も見たいね。ぜひ、今度、あの、やるので。楽しみにしててください、年内にできたらいいね、うん、それとまあ年始でもちょっとこうタイミングを見て、まあ、あの子もね忙しいんですよ本当に。ずっとずっと忙しくて僕はもう勇気の心配をしてる。でずっとしかも勇気の話しちゃうね。そんな感じで、アバランチが始まりますということなんですけど、まあ、最終回なのでぜひ最終回はもう本当9話の前回の時点でめちゃくちゃあっと驚く展開だったと思うんで、本当に回収されるのか伏線がっていう話だと思うんですけど、まあ見て、うん、でもみんなそれぞれ登場人物は、本当にキャラクターの心情通りに感情通りに動いているので、うん、見ていてあ、なるほどと納得もするんじゃないかなと思いました。思います。いやー、僕もこれから見て楽しみなので、ちょっとワクワクドキドキしていますが、皆様にも楽しんでほしいなと思います。でね、俺さっきね、チラって見たらね、あれ、知り合いのね、カメラマンさんいたんすけど、荒木さんっていう、あ、今も招待は外すでしょ。まもなくアバランチっていうことを本当に5分だけ伝えようって思ったんだけど、なんか逆に難しいですね。5分でアバランチを伝えるという、まあ本当に西条くんの成長物語にもなっていて、うん、1話の時の西条くんと、まあ、今夜放送される西条くんではやっぱり顔が違うなって思うだろうし、9話では、9話で本当に攻める最初感が見れたと思うので、ぜひ、うん、そういう変化も楽しんでほしいなって思うし、それと同時に僕自身もすごく最上帝役を通してあのなんか熱い男になれたというか自分の中で変化があった作品でもありましたので、見てくれたらすごく嬉しいです。なんか本当に、うん、いろんな人の支えがあって最初も俺も立ってるなという気がして、でもそんな僕たちが自立していくっていう瞬間なのかなって思ったりね。あれなんで楽しみにしてほしいです。あと7分なので、皆さんテレビの前にスタンバっていただいて、あと何かな、最近はと言いますと、あの見て、あ、これ見せていいのかな、いいよね、あの舞台、劇団新幹線の舞台こんな表紙なんですよ。でこんな熱くてね、舞台の台本ってすごい熱くて、バーって、まあこれを覚えてたりとか、いろいろやってますよ。ピアノの練習もしているし、はい、仕事もしているし、そんな感じで日々を過ごして、僕は前向きに一歩一歩進んでいるし、将来のことを考えて動いています。なんか、皆さんもアバランチだったりとか、僕を通してでも、未来でね、こう、
い未来に行こうというそういう気概が伝わって実践してくれていたら嬉しいと思います。本当にあと5分で始まるのでちょっといろんな準備もあると思うからこの辺にしたいと思います。すいません、ありがとうございました。またインスタライブ、したいと思います。なのでまたね、ありがとうございました。見てね。